まあ、さんから出てきましてですね、はい、購入したバイク乗っております。はい、皆さんどうも、こんにちは。こんちもでございます。ついにこの日が、はい、ということでね、今日はね、今年のね、1月から、勤しんでおりました二輪の免許、5月にね、無事大型も取得しまして、新しいね、相棒をね、今からね、お迎えに行きたいなと思います。前日の夜ぐらいからね、眠れずっていうのは嘘ですけどね眠れないのは嘘ですけど、ね、まあまあちょっと楽しみにしておりましたんでね。まああいにくのちょっとね、お天気が雨模様なんですけども、今ちょうどね、小雨になってますんでね、今の間にちょっとね、歩いて2キロぐらいの場所にバイク屋さんありますんでね、そちらの方へ、行って今から迎えに行きたいと思います。ね、また後ほどね、いろいろ動画の方もね、行ける範囲でね、回していきたいなと思いますんで、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。チムオチャンネル。今、バイク屋さんに向かって行っております。自宅から1キロ行くか行かないかぐらいのとこですけども、もう福知山のちょっと中心部を外れると、ちょっともうこういう山々ののどかな、町になりますね。あとまだ1キロちょっとバイク屋さんまでありますんで、のんびりね、歩いていきたいなと思います。ということで見えてまいりました、ラーメン一国さんの横、隣がですね、あの赤い、彗星レッドバロン福知山店さんです。いやー、30分ぐらい歩いてきたんですけど汗だくです。はい、ということで今からもろもろ手続きいきたいと思います。はい、ということでね、今、レッドバロンさんから出てきましてですね、はい、購入したバイク乗っております。はい、がね、ちょっと慣れてないんでぎこちないですけど、かっこいいですね。いやー、いいですねはい、ということで、購入しましたヤマハトラックスター1100になります。ちょっとね、簡単にだけ、ぐるっとぐるりながら、ちょっとね、バイクの紹介のお話をさせていただこうかなと思います。年式は、2004年式、一応ドラッグスター1100の方は2008年までは国内生産があったそうです。で、まあ、ちょっとだいぶ後期の方ですが、それでもキャブレターのもうだいぶ最終の方だったというお話をちょっとバロンさんからは聞いております。で、年式2004年で、走行距離の方が 24,768 キロです。で、エンジン形式は、空冷の V 型4ストローク4気筒ですね、はい、になっております。で、総重量278キロ、カタログ値ですが、リッター60キロ走行時、32キロという、形になってます。で、まあ、見ていただいて分かるようにサイドバッグがついてますが、前のオーナーさんの、そのままを、継承して、のデグナーの、サイドバッグ、いいバイク、いいサイドバッグをね、取っております。で、まあこのキー回りがちょっとね、やや液だれがありますということで、もうこれぐらいだったら全然気にしませんよということで、はい、購入に至りました。はい、それ以外は見た目はものすごく綺麗ないいバイクではあります。年式は割とちょっと古いタイプのものにはなりますけども、はい、全然走りますよということで、はい、これからね、仲良くじっくり、乗ってね、いろんなとこへ行ってみたいなと思います。お疲れ様でーす。こんちもでーす。
バイクを引き取りに行きまして、翌日の、今午前11時前ぐらいかなというところでございます。場所は京都府の舞鶴市。まだね、車両が国産のトラックスター1100を購入しまして、まだまだちょっとね、車両に慣れてないんですけども、練習ということで、ちょっと隣町の舞鶴市まで、これは VV ツーリング、プチツーリングということでね、ちょっと今カメラを回しております。ちょっと道中まではね、のどかな田舎道がね、こういう田舎道がちょっと続くんですけどもね、のどかな景色をちょっとご堪能いただければと思います。グルーガタッケ、はい、ということで、グルーガタッケのタワーを降りまして、今左側ですね、これ海かな、もう川から海に変わろうとするあたりかな、はい。同じく舞鶴は神崎海水浴場という、また舞鶴でも、海水浴のメッカではあるんですけども、そちらの方へ向かいたいと思います。曇り空なんで、下手したらちょっとついて回なしぐらいに雨が降るかもわからないですが、ね、まあ、雨もまた旅の一つの思い出ということで、はい、向かっていきたいと思います。いやー、今日も蒸し暑ござりまするな。いやー、蒸し暑いでござる。でも気持ちよきみたいな。あれ、どっかで聞いたことあるセリフ。雨が冷とうござりまするな。ということでね、いやいいっすね、のどか、ね、車も混むこともなく、田舎の田園風景、また海をね、見ながらね、走るバイク、いやね、なかなかお金のかかる贅沢な遊びではございますけども、いやいいっすね。神崎観光協会ということで入ってきました。
ことはされてるようですけども、潮風が吹いてますね。いや心地よくです。着きました。久しぶりですね、こっちに来るのも。いや久々の海ですね。綺麗です。ご家族連れの方もいらっしゃったりで楽しそうですね。ちょっとねお茶でも飲んで休憩しましょうかね。よいしょ。神崎ね、海水浴場の方も、出まして、今ずっと帰り道、不動沿いを、福知山方面走っていっております。もう場所的にはね福知山なんですが、右側は、湯田川というあの川が流れております。はい、まあ、その川沿いに沿ってね、まあ、あの不動の道を走って帰っていく感じでございます。まあ、ちょっとね今日は練習がてらということで、まあ、あんまりね、景色とか寄り道そんなにね重視じゃなくて、ね、テスト風景をまあ見ていただくというような格好で、撮影はしたんですけども、はい、楽しんでいただけたらよかったかなと思います。まあね、普通二輪、大型二輪とまあステップアップして、いきなりまあね、それまで二輪車はもう原付しか乗ったことなかったんですけど、もういきなりリッターバイクへ、今回ね買いましたんでね、まあ、ちょっとそれの練習がてらということで動画を見ていただくような格好になりました。はい、ということで練習を重ねてねツーリングの動画をね、1本撮っていきたいなと思いますんでね、また皆さんぜひどうぞ見てやっていただけたら嬉しいです。はい、ということで、今日もの、国産大型アメリカンバイク、練習プチツーリング編ということでお送りさせていただきました。それでは皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。また次回。